演技派俳優として歌手として活躍されている植木等さん。最近では60年代にヒットした作品をメドレーで綴ったスーダラ伝説が若者の人気を集めています。そこで今日は植木等さんと大場啓司区長に初春にふさわしい話を語り合ってもらいました。明けましておめでとうございます。どうぞ本年もよろしくお願いいたします。よろしくどうぞお願いします。植木さん、世田谷区もですね、はい、昭和7年に世田谷区が独立してから、はい、もう60周年になるわけです。そうしますと僕も世田谷区にお世話になってから30年ですから、ちょうど半分ですね。ああそうですか。まあ、世田谷に縁があったのは、目黒区から追い出されたと、こういうことなんですけども、昭和36年になってスーダラ節を歌ったら、これ相当騒々しくなったんです。あ、親父が、一緒に住んでるのお前らうるさいから出てけってそれで共同へ昭和37年に住みまして、でその共同の頃毎日毎日東宝撮影所通うんですよ。あ、なるほど。と小田急の踏切がなかなか混んでて越せないんですよ。早くこの踏切の向こうへ住みたいな住みたいなって毎日踏切で待ってる時に思うわけですよ。でやっと8年経って踏切のこっち側へ来まして、現在は絹田2丁目に住んでもう22年ですか。東宝撮影所っていうのはやっぱり世田谷では大変名所でございましてですね、はいはいはい、ですから植木さんたちが36年頃ですか、撮影所で撮影なさった、はい、その頃の撮影所っていうのは大変活気がありましてですね。そうですね、私なんかも映画人になろうかと思っていろいろ勉強しに行ったんですけれどもあ、そんなことがあったんですか。そうなんですよ。あ、そうですか。まあならないで今日こんなことをやっておりますけど。いや、ならなくてよかったです。いや、そうでしょうか。その頃はそうすると撮影所の雰囲気っていうのはどういう雰囲気だったでしょうかね。いや、まあ何と言いましてもね、今ではもう想像もつかないぐらい活気がございましてね。駅前シリーズとか社長シリーズとか撮ってらっしゃいましたけども、それ以外に若大将シリーズ、それにクレイジーキャッツの無責任シリーズと、なるほど。だからもうあの撮影所の中ごった返すぐらい人がいっぱいいましてね、そりゃ活気がありましたね。そうですね、まあ一番賑やかな撮影所が活気のある時でしたね、それは。ロケーションなんていうのは我々の記憶でも例えば七人の侍でも何でも近所で麦畑の中でやっておりましたですね。あ、そうですか。植木さんたちは大体どんな世田谷でそんなロケーションやったことありますか。大倉病院の近所でやったり、成城の駅前でやったりしましたけども。ああそうですか、はい。でもあの当時の世田谷の街っていうのは、僕が共同へ住みました時にね、すずらん通りって商店街で、それで、すずらん通りとはまあなんとも、いい名前の商店街だなと思ってましたからね、まあ、地方公演なんかで全国回りますよ、あっちこっちにすずらん通りがあるんですよなるほど。がっかりしましたけどね。そうですか。世田谷っていうのはアンケートを取りましてもですね、はい、一度住んでみたいところとか、はあはあ、から、まあ、ぜひあそこに行ってみたいとか、はあ、何かそんなようなお感じになりますか。やっぱりね、仕事が終わって都心から戻ってきますとね、何か空気が違うような気がするんですよ。はあはあ、緑が多いっていうんですかね。なるほど。いや、僕は絹田へ住んだのが22年前ですけど、僕のうちの裏に、昔の名優で江川うれおさんという方がお住まいになってまして、絹田へお住まいになった頃は、朝散歩に出ると、朝露で、ズボンの裾がびしょびしょになっちゃったって言ってましたけどね。ああそうですか。周りにね、うちがなくてね、もうなんか足がこう茂ってたみたいな話でね。ああそう言いますね。はい、森繁さんが今お住まいになってるとこなんかも、昔は足の茂ったところだったと言っておりますから。そうですか。まあ、おそらくその頃は
農道みたいなものだったでしょうからね、道路っていうのは、はあはあ、だから農道みたいなところ歩かれるは当然も朝露で乗れるし、はあはあ、まあ、そういうその自然が懐かしくなりましたですね、はあ、今はあの桜の時期にあのファミリーパークへ行ってみますとね、ああこれを開放して皆さんにね、この満開の桜を見ていただける、素晴らしいことだなと思ってね、世田谷美術館は建ってる、はいはい、レストランは美味しいって評判がいい、はいはい、もうあの大変いい場所に美術館が建てることができましてね、はあはあ、これも大変喜んでるわけですけれども、はあ、世田谷美術館といいますと昨年度はフィレンツェ展で、そうですそうです、なかなか面白いものを見せていただきましたけども、今年はどういった趣向で、今年はゴッホを予定しております。そうですね、そうですか、また見せていただきます。これは大変皆さんに期待していただいております。はあ、ははあ、たくさんあの世田谷の中には文化人の方がお住まいになってらっしゃる、はあ、例えばあの芥川さん亡くなりましたけれども、はあ、もう世田谷に交響楽団がないのがおかしいと、はあ、それ作ろうではないかと、はあはあ、で俺が指揮をするからみんな集めてやろうではないかということから始まりましてですね、はあ、歌の広場というのを一昨年から始めましてですね、はあはあ、で勝手に自分たちでその作詞をしたのをどんどん送っておこすと、はあはあ、それをまた作曲家の先生が自分で好きなのに作を、はあ、曲をつけてくださいメロディーを載せて、はい、そして歌い手さんはまたそれを持ってってですね、それで1年に1遍発表会やろうということでやってるという、はあはあ、そういうこうみんなが参加してやるこう、はあ、文化みたいなものが、なるほど、非常にあの活発に行われてきたって。この民会院はあのかやぶきでございましてですね、はい、でかやぶきというのは、まあ、そのまま使わないでいると非常にあの痛みが激しい、はあはあ、でですから夏でもここで火を焚いておりましてですね、でその煙で、まあ、虫を駆除するといいますか、なるほど、虫よけになっているという、こう生きた使い方をしませんとですね、はあはあ、古民家をそのまま古いものをそのまま保存するっていうのはなかなか難しいことでして、大変ですよね、どっかあの美味しい水の出るところがあるとかって伺いましたけども、はい、もうこの民家園のところにもですね湧き水がたくさん出ておりまして、はあ、それを利用してホタルをまあ飼ってですね、はあはあ、で夏はまあ皆さんに見ていただこうとこういうふうに、ね、う自然を大事にしていこうということで、はあはあ、まあ、この保存方を一生懸命工夫しているところなんですけれども、はあ、まあ、自然の中には緑も大事、水も大事ということで、我々はこの昔のままできるだけ取っておこうと、はあはあ、それから引き継いで子孫に残しておこうではないかということで今苦労しているところなんですけれども、はあはあ、これイギリスから始まっておりますけれども、あのトラスト運動っていうのが、はあ、これ自然を守る運動みたいなものです、ね、はあはあはあ、まあ、自然だけではないんですけれども、はい、実際はあの古いこういう文化財とか、はあ、そういうものも、まあ、守って将来に引き継いでいこうという運動ですけれども、はあ、これを今世田谷で始めておりまして、はあ、トラスト協会というのを作りましてですね、はあ、そこで一般の方々にもそれぞれあの参加していただいて、はあ、それで一緒に自然を大事にしていこうという、そういう運動を今進めているところでございます。そうですか、はい、あの世田谷でゆとり楼というのを発行しておりまして、はあはあ、これはあの情報、いろんな情報、文化情報とかですね、いろんな情報を載せてありまして、はい、で住民の方々にあの便利に使っていただいているんですけど、私も昨年の11月にお世話になりました、はい、まあ、あの待ってますか、僕の生き様をこう短く語ったみたいなもので、寺の息子がなぜ芸能界入っちゃったかとかっていうようなことでね、まあ最近は何かこのもう一昨年になりますけども、スーダラ伝説という CD を出しまして、それでそれがヒットしたもんですから、なんとなく役者家業にしては歌を歌う回数が増えたと、こういうことで、まあそう簡単にはくたばれないなという状態で、いやいや、ウイキさんは人間的にも素晴らしい方でいらっしゃいますから、この、まあ、人生観といいますか座右の銘といいますか、はい、何かお持ちだろうと思うんですが、お聞かせいただけると。いや、まあ僕はやっぱり寺の息子として生まれ育ったもんですから、親父から言われた言葉が忘れられなくて、六方杯というのがございますが、両親を含めた
先祖、子供の時から今日までいろいろ教えてくれた先生、生きがいを与えてくれた家族、友人知己、大自然の恵み、これ天地ですけど、これに対して今日こうやって元気でいられるということを感謝すると、これを忘れたら人間じゃないと親父に言われましたんですから、これを絶えず心がけて、なんとなく風の向きも気にせずに空をぼんやり眺めて、ゆっくり生きていこうと、こういうふうな気持ちでおります。あ、そうですか。ところで区長の今年の抱負なんか伺いたいですね。私はやっぱり行政マンですから、行政のことについて一生懸命やらなきゃいけないと思ってるし、特にあのお年寄りの問題がですね、大変あの問題になってきておりますし、お年寄りの対策っていうのをいろいろやっておりますけれども、これは真剣に考えてしてきちっとしておかないとですね、働く人が少なくなってきて年寄りが増えてくるという、こういう現況をですね、よっぽどよくやっていかなきゃいけないと思って、私はお年を召した方々に対する対策、その行政の在り方について、じっくりと今年は一つやっていきたい、そして将来ともにですね、こういうふうにやっていけば間違いないという方向にまで持っていきたいと、こんなふうに思っております。そうですか、今後ともご活躍をお祈りします。ありがとうございます。ウイキさんも一つ頑張っていただいて、またスーダラ節で上に天下を皆さんを喜ばせてやってほしいと思います。どうもくだらない話で失礼しました。いや、とんでもない。本日はありがとうございました。